吉田鋼太郎主演、おいハンサムの続編が放送。映画化も決定。伝説のホームドラマが帰ってくる。フジテレビ系では4月6日から東海テレビ日本映画放送共同制作連続ドラマ、おいハンサムに土曜午後11時40分がスタート。さらに6月21日に映画、おいハンサムが全国公開されることも決定した。吉田鋼太郎が主演を務める、おいハンサムは、2022年に東海テレビと日本映画放送がタッグを組んで共同制作した家族色、恋をテーマにしたコメディードラマ。何かと融通が利かない父、伊藤源太郎。吉田と男を見る目がない三姉妹の長女、ゆか、木南遥か、次女、りか、佐久間由衣、三女、美香、武田里奈、そして全てを超越した母、千鶴、めぐみが織りなす物語だ。前作は SNS で称賛されるとともに、ATP 賞、テレビグランプリドラマ部門の奨励賞、日本民間放送連盟賞、番組部門、テレビドラマで優秀、東京ドラマアウォードでは連続ドラマ部門優秀賞を受賞した。国内最大のレビューサービス、フィルマークスでは、2022年上半期、国内ドラマ満足度第1位を獲得。ネットフリックスで配信されると、深夜ドラマとしては、異例のベス8にランクインするなど、輝かしい実績を残した。そんな作品が、シーズン2と映画で再始動する。ややこしいけど情に熱く憎めない昭和の親父であり、娘たちの幸せを願う伊藤家の父、源太郎を演じる吉田は、2年ぶりに源太郎を演じてみて、一本筋が通っているところが大変共感できるし、素敵だと思いました。一見、日常を描いているようで、実はとんでもないことが起きるエンターテインメント作品だと思っています。どうやって見ていいのかわからないという面白さや、笑って泣けるところもたくさんあります。非常に見どころ満載のドラマになっていると思いますので、前作に続き、ぜひ騙されたと思って見ていただきたいなと思いますと、コメントしている。木南が扮する長女、ゆかは、広告会社の中堅社員で、美味しいものとお酒が大好き。未婚だが、不倫気質で、三姉妹の中で一番モテるはずなのに、ヒモ敵がやってくる。木南は、前作では、付き合う男性がコロコロ変わったものの、ちゃんとお付き合いをしていたのですが、シーズン2は一回デートしたら終わりみたいな形が多く、どんな女性だよ、という気持ちになりながら撮影しています。かっこ笑い。がレベルアップしたというか、すごく奇特な人間になったというか、すごく面白い感じになっていると思います。第2弾を待ち望む声も多いと聞いていますが、その期待を裏切らないほど面白くなっていると思いますので、ぜひ楽しみにしていてくださいと手応えを伺わせる。夫大輔、桐山さざ波の浮気が我慢できずバツイチになり、恋の始め方を忘れモヤモヤしている中、勤務先のビルの屋上である男性と出会う。次女理科役を担う佐久間は、この作品はいろいろな具材が入っていて、そこから美味しい出汁が出ている一つの鍋のイメージがありました。シーズンにも新たな登場人物が加わりましたが、ほっこり温かい家庭の鍋というのは変わらないなと感じています。じんわりするような気持ちになったり、笑いあり、ドキッとしたり、ヒリヒリしたり。ホームドラマなんですが、ちょっとファンタジーのような不思議な感覚のドラマです。ぜひご覧くださいと呼びかける。漫画家として軌道に乗り始めた彼とよりを戻すも、女の影がちらついて、結婚って何？
と改めて模索し始める。食品関係勤務の三女美香役を務める武田は、美香はシーズンにも有事須藤蓮とのシーンが多いのですが、山口正俊監督からいろいろな要求、例えばどんなセリフになるのかとか、どんなこだわりがどのタイミングで発動されるのかなど、二人でワクワクしながら果敢についていきました。ストーリーは世の中の変化に合わせてアップデートされています。でも日常の大切なところ、楽しく思えるような日常を提供してくれているのは変わらなくて、とても好きなところですと作品の魅力を伝えている。源太郎の妻として夫を立てつつ一家を仕切る妻千鶴役のめぐみは、千鶴に戻っていく感じが不思議な感覚でもあり嬉しかったですね。伊藤家が本当の家族のようになっていって、こういう空気感が時を重ねると生まれるんだなと思いました。山口監督が食べるというのはその人を映し出す瞬間だから丁寧に描きたいとおっしゃっていたのですが、本当にその通りだと思いますね。食べ物を通じて人となりを伝える、そういう観点で見ていただけたら嬉しいです。ただ食事のシーンの撮影は本当に大変で強烈に覚えています。かっこ笑いと解雇している。シーズン2も前作に引き続き伊藤理沙氏の複数の漫画のエピソードを縦横無尽につなぎ合わせ、新しい世界を作り上げた山口正俊氏。そんなハイブリッドドラマをプロデュースするにあたり、オイハンサム続編を作ることになり、久しぶりに吉田鋼太郎さんたちキャストの皆さんにお会いして、その笑顔に触れ、火の当たる場所に戻ってきたような、眩しいような、照れくさいような気持ちです。闇金牛島くん、新しい王様、闇金犀原さんみたいなジャンルのドラマや映画を作っていると、裏の社会やダークな世界と向き合い続けることになるからです。こういう晴れやかな気持ちになれたのは、おいハンサムと同じ恋と家族とご飯の連続ドラマ、竹内優子さんと作ったランチの女王、フジテレビ系以来な気がします。魂を込めて作りました。全ての体力もと率直な心境を告白している。伊藤家のメンバーはもちろん、前作から引き続き個性豊かなキャラクターたちの出演も決定した。源太郎の取引相手でこだわりを持つ男、大森敏夫を演じる浜野健太は、キャラクターがどんどん膨らんでいってる充実感みたいなものがあって、めちゃくちゃ楽しかったです。大して何も起こりません。でも常に愉快で楽しくて、みんながうんうんとうなずけるようなことが起こって、最後には心が温まる、そんな感じの時間がずっと続いています。その中で大森というおいハンサムの世界でモテ男がすごく活躍しているので、そんな世界観を楽しんでいただき、最後にはほっこりしてもらいたいと思っていますとコメント。さらに大森の部下渡辺役の太田里奈、美香の会社の先輩椎名役の野上真子、ご近所の主婦みちる役の藤田智子、理科の上司橋本役の伏江里の出演も発表されている。2年前と変わらず、東京の一軒家で源太郎は妻千鶴と暮らしている。ある朝、3人の娘たちの幸せを願う源太郎は寝違えて首が回らなくなり、コルセットをすることに。まだ独身の長女ゆかの仕事は絶好調なのに、相手には不自由しなかったはずの恋愛は絶不調だ。次女理香は夫の浮気が原因で離婚、恋の仕方を忘れたかもとモヤモヤしている。三女美香は
源太郎公認の恋人で漫画家として軌道に乗り始めたはずの友人を優柔不断さに、本人によるとほぼ結婚は無理らしい。そんな三姉妹をよそに、母千鶴だけはいつも道理だった。そんな中、由香の元彼大森は同僚の渡辺さんにアプローチ中。由香は蕎麦が入っていない天ぷら蕎麦を食べる近所の不思議な女性に人生を教えられ、理香には不思議な場所で不思議な男性との出会いがあり、さらに美香の一応恋人友人に近づく鼻血出しがちストーカー女が現れ、さまざまな人が入り乱れて伊藤家は相変わらず波乱万丈。しかし源太郎はコルセットで不自由だからこそ見えてきたものがあると、ハンサムに娘たちに言う。見かけにとらわれるな、流されるな、視野を広く持て、娘たちの幸せを願い、再び偉大なパパ源太郎が立ち上がる。なお、おいハンサムのシーズン1はネットフリックス FOD 日本映画ネット Amazon プライムビデオチャンネルで配信中だ。